どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。私は今スペインのマドリードに来ています。で、隣にいるのがご友人の太郎さんです。ご友人ほらほら、ケタルでね、太郎さんはスペインワーホリに参加しているので、今日はちょっとスペインワーホリの話を聞こうかなと思います。Hola, ¿cómo están? Soy Daisuke, ahora estoy en Madrid, en España. Ahora estoy viajando en Europa por 3 meses y ya llegué en Madrid. Aquí es última ciudad. Y ahora estoy con mi amigo, se llama Taro. Él es japonés, pero vive en Valencia, en España, usando visa de Working Holiday. Entonces, hoy voy a preguntar para él sobre Working Holiday y la vida en España. Ya, Taro-san, 簡単な自己紹介、日本語とスペイン語で。簡単な感じでいいので。どうも、ワーホリ中の浦川太郎と申します。今バレンシアに住んでいます。今日はマドリードに遊びに来てます。ほら、じゃあもう太郎。ではバレンシア。Ahora hemos venido a Madrid, pero hace mucho frío. Entonces, muy divertido en Spain, working holiday. はい、というわけで今太郎さんとですね、3軒のバルをはしごして今4軒目に来ました。なのでお互いね、ちょっと酔っ払ってるんですけれども、ここから少しスペインワーホリの体験談についていくつか質問をしたいなと思います。Nosotros estamos un poquito borrachos, pero ahora vamos a empezar la entrevista sobre la vida en España y sobre Working Holiday en España. はい、じゃあ太郎さんに少しずつスペインワーホリのことを質問していこうと思います。太郎さん、いつからスペインに住んでるんですか？ Desde cuando vives en España? Calamares frita. Más o menos 2 meses、2ヶ月ぐらい前からですかね。正確に言ったら11月の中旬にバレンシア、スペインのバレンシアに住んでるんですけど、スペインに来ました。あとですね、ちょっと気になるのが、はい、なんでスペインワーホリ選んだのかっていうの僕結構気になるんですよ。ポルケパルティシパワーキングホリデーエスパニア。なんでかって言ったら、うん、まあやっぱりこう、まあ、留学とか、例えば就職とか。うんよりもスペインのまずハードルが低いというか、ビザのハードル、資金面のハードルが低い。porque vivir en España mucho tiempo。で、太郎さんはスペインがすごく好きで、スペインに住みたいからスペインワーホリ選んだということなんですけれども、気になるのがスペイン語のことだと思うんですよ。スペイン語ワーホリ行く前にどんぐらい喋れたのかとか、その辺ちょっと聞いてみたいなと思います。A mí me interesa sobre el nivel de hablar español, porque en España tenemos que usar español, no puede usar inglés. Entonces pues voy a preguntar qué nivel tenía antes de venir a España. Por ejemplo, a 12 o B1 de nivel, no B1 de España. そんなに喋れないっていうですね。出れた A2 とか B1 ぐらいで、まあ旅行会とか全然困らないんですけど。日常会話、ただ複数じゃない日常会話とかはやっぱり何してんのみたいな、オラビビエル、ピソコンパルティー、住んでるんですけど、やっぱ結構困る、何言ってんだろう、何の会話してんだろうっていうのはやっぱある。来る前は、一応独学で勉強してましたけど、大体何年ぐらい日本でスペイン語の勉強はしてましたか？Más o menos cuántos años estudiaste español en Japón? En Japón más o menos 2 años. Dos años. Por ejemplo, texto. Mucho tiempo. Pero no practicar hablar español. Español texto.ゼカでの文法、グラマティカではよくやってましたけど、話すっていうことに関してはなかなかやってなかったです。確かに日本だとスペイン語を話す機会ってなかなかないでしょ。まあなくはないと思います。正直。インテルカンビオとかに行けばいい。そうですね。まあ地方の方は結構難しいからね。東京とか横浜とかインテルカンビオもあるし。例えばオンラインのスペイン語とか、じゃあそういうオンラインのスペイン語とか、あとはそういう交流会には日本で参加してました。なるほど。オンライン、特にオンラインの地方に住んでる時は特にオンラインとかよく利用してました。Si tú vives en Japón es un poco difícil usar español porque casi ninguno no podemos hablar español. Pero él estudiaba español por internet o como evento de intercambio. Sí, porque hay eventos de intercambio en Japón, algunas ciudades grandes. 次に僕がちょっと質問したいのは、このスペインワーホルに来るためにどんな準備をしたのかってことです。Próximo quiero preguntar qué preparaste para venir a España. 準備は、まあ書類の準備まずビザを確保する準備と、まあ本当になんだろう、スペインワーホル始めてまだ最近なので、7月から。7月からあとスペイン語ですかね、の学習、書類、ビザ、スペイン語、あと3つとか、あとまあ一応、住居も一応探してました、スペインでの部屋探しね、まずそこかなと思います、人によったらお仕事探してます、確かにそうですね、プラスで仕事も確かに、5番目。で、ワーキングホリデービザ、ビアレスパニオ、ビソ、コンパティ、トラバハ。いろいろ準備するのありますね。そう考えると僕フリーランスだったんですけど、仕事しながら、例えば正社員しながらとかって人は結構やっぱ時間がおそらく足りない、なんか例えば土日とかしか行けないとか、大使館に行けないとか、特に僕は神奈川に住んでたからよかったんですけど、地方の人だとビザと確かにスペイン大使館、東京に行かなきゃいけないんですよ。本人が行かなきゃいけない、直接行かなきゃいけないんです。そうなんですだから、しかも2回行かなきゃいけない。受け取りのために。そうです。ビザ申請と、あと受け取りのために、その間もやっぱ時間があるので、8週間、最大8週間ぐらいなんですけど。ということで、いろんな準備をしてからスペインワーホルに来たということなんですけれども、ちょっとじゃあ日本で何やってたのかって気になる方もいると思うんですけど、ちょっとそれに日本でやってた仕事についても聞いてみたいなと思います。Entonces, ¿qué era tu trabajo? Antes de mi trabajo es escritor y redactor de internet y bloguero. Ah, bloguero. Sí. Sí, nosotros somos blogueros. Sí, por eso conocemos antes de venir a España. Freelance のライターと編集者で一応やっておりました。で、お金も貯めつつって感じですね。なるほど。スペインでも仕事をしてるのかちょっと聞いてみたいと思います。スペインでも仕事はしてますか？¿Qué te dedicas ahora? ¿Qué estás haciendo en España? Vale, ahora no trabajo especialmente mucho en estudiar español porque no tampoco hablo español ahora. 今はしてないです。何かって言ったらスペイン語の勉強どっちかってやりたくて、いずれはやるかもしれないですが、じゃあスペインって言っても結構広いですよね。マドリードとかバルセロナとかいろいろあると思うんですけど。今はどこに住んでますか？今は¿Dónde vives ahora en España? Vivo en Valencia. Muy bien. Sí. Gracias. Porque vivir es muy barato. Más que otras ciudades como Barcelona o Madrid. Sí. Por ejemplo, aquí solo partido 120 euros de mes. Plus alfa de. 安い。めっちゃ安いですよね。大体300弱で、プラスアルファいろいろかかるのか、水道代とかどれぐらいお金かかるのかちょっと気になるじゃないですか。人によってもちろん違うんですけど、大体月に必要なお金ちょっと聞いてみたいと思います。確かに。Más o menos cuántos euros necesita para vivir en Valencia, en España. Más o menos.Creo que más o menos 400 euros o 500 euros. 500 es muy barato. Ah, desde 500. Sí, desde 500. Ah, $5,6万じゃないかなと。あとね、僕ね、太郎さんがなんでこんなにスペインに熱中しているのかというか、スペインにこだわってるのか結構気になってるので、その辺もちょっと掘り下げて聞いてみたいなと思います。¿Por qué te gusta mucho España? Quiero vivir mucho tiempo en España. Dos, quiero trabajo en エスパーニャの、うん、ペイン語圏の人と一緒に仕事してっていうのもあります、うん、あとotro me gusta la liga de fútbol. ¿Qué equipo te gusta más en la liga de España? Equipo, mi favorito, equipo Deportivo de la Coruña. ¿Quién te gusta más futbolista en la Coruña? Futbolista, mi favorito en Barcelona. Barcelona. Sí. Posición de fútbol media punta. Ah, media punta. はい、トップ下の選手で、デランテロ、オトデランテロ、トリスタン、アルベルト・ルケ、ルケとかバレノっていう選手が昔いたんですよ。で、それをエンハポンベオテレビジョンプログラマで見て衝撃的だとか、あとエモーションなんてワクワクしたっていうのもあって。そのチームが好き。スペインが好きなわけです。じゃあサッカーのデポルティーボ・デラ・コルーニャが好きになったから、スペインのことが好きになったから、スペインワーホルに来たっていうこと。そうですね。最初本当にもういろんな人にも言ってるんですけど、本当にスペインが好き。スペインの興味が出てきて。じゃあまあ住まないけど、住む機会がチャンスがあるんだったら住みたい、うん、だいぶねスペインワーホリについて太郎さんに質問をしてきました。あとねちょっとエピソード的な話も聞いてみたいなと思って、なんだろうスペインに来て、まあ、もしあれば大変だったこととかあと一番嬉しかったこととかケースペリスコーサスエスパーニャを手にあるぐなプロブレマエスパーニャフェリスコサスに関しては、はい、本当にスペインにいること自体がもうフェリスコサスは泣けるいや本当に太郎さんはスペインにいることがもう一番幸せなことだ。そうですそうです。ポカポコで、スペインに来たんですよ。旅行とか短期滞在、そうだちょっと言い忘れたけど、はい、太郎さんも1年前に1回短期間スペインに滞在されてるんですよね。旅行ビザを使ってそうそうそう。まあ3ヶ月とかじゃないですけど、1ヶ月ちょっと、1回3ぐらいは、マドリードとか、セビージとか、コンポステーラとか、行ってました。いつでしたっけ、去年？去年の2017の4月。なるほど。エルビアハーバー、これエスパーニャ、エラーニョパサード。なんだろう、para saber cómo era España o para preparar para vivir en España. Sí, 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 para prepararse en vivir en España. Entonces, ahora es segunda vez que viene en España. ¿Segunda vez o tercera vez? No sé. Ah, tercera vez. Tercera vez. Sí. 2016年の1月に1回旅行に来てます。本当に？1週間だけ。知らなかった。マドリードとバルセロナに1週間いました。1週間、1ヶ月、1年とか。そうです。段階踏むねいや本当はねノーロサビアああグラシアスmuy bien ellos muy amables sí entonces ahora es tercera vez él viene a España porque primera vez es 2016 por una semana y 2017 por un mes y ahora2018 por un año, ¿verdad? ヨーロッパはスペインにあんまり行ったことないんですよ。スペインが行ったことない。No conoce otro país. Sí, sí, sí. Excepto España. Sí, sí. No quiere ir otro país. No quiere Europa. O Latinoamérica también. México, Panamá, Colombia, Chile. Un poco quiero ir.Latinoamérica y México, por ejemplo México y Europa, por ejemplo Europa, Portugal. Oh, muy bien, porque está al lado de España, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy fácil para ir. Sí, sí, sí. Entonces tiene plan para ir a Portugal o todavía. Ahora no. ¿Portugal に行く予定はありますか？ Ahora no. No plan. まだまだないです。とまあいつかはそういったりしてはい、大体ここまでね、太郎さんのスペインワーホルについて話を聞いてきました。まあ、2ヶ月ぐらいスペインに今いて、まあまだこれから10ヶ月住むということですね。最後にね、僕ちょっと聞いてみたいことがあって、何かというと、まあ、これからスペインワーホル今考えてる人結構いると思うんですけど、まあ、そういう人たちになんかメッセージとか、なんかこのね、実際来てみて伝えたいこととかもしあったら聞いてみたいなと思います。Él ya vive en España por 2 meses y va a vivir por más 10 meses. Sí. Y ahora quiero preguntar si tiene algún comentario, mensajes para otros japoneses quien quiere participar Working Holiday en España o consejos, algo así. Primero.SGR ですね。スペイン語を勉強してくださいと。した方がいいと思います。Es más importante. あ、ペロのイングレス。イングレス。イングレスのお仕事はあると思います。本当に？まあ確証は得ないですけど、ああでもまあそっか、英語ペラペラなら別にスペイン語は喋れなくても仕事はある。スペイン語を習いながら英語でお仕事できるとか、特にマドリードとかバルセロナ大都市はそうですね。あともし例えばなんか専門的なスキルで、例えば寿司職人さんとか、ラーメン作ったとか、まあ例えば今だったら IT 系のプログラマーとかデザイナーとか、そうですね、スペイン人っていう競合はいますけど、ワーホリってカフェとか日本食レストランとか出される人が多いと思うんですけど、IT 系の中はないと思います。なるほど。じゃあやっぱその語学力の次が何かしらのスキル、その両方が大事ってことですか？そうですね、他のワーホリもそうかもしれないですけどね、だからなんか今僕はそれをとても痛感しております。Entonces él me dijo que más importante es idioma como nivel de español y segundo es como necesita alguna profesión o especialidades. Sí, sí, especialidades, sí, sí, sí. Vale, vale. Por ejemplo, sushi como chef de sushi. Sí, sí. Cocinero de sushi. O por ejemplo, cafetería y ramen. Programador y diseñador. Sobre como técnica de internet. Internet. まあスペインでも結構需要が出てきてると思うので、なんかいろんなこうウェブ系の新聞とか見ると、やっぱそれにも力入れましょうみたいなのはやっぱあると思うので、日本人の強みが生かせるとか、あと日本に向けてこうスペインが日本に向けてマーケティングしたいみたいな会社もなくはないので、なるほど。はい。実際まあ俺が今言うのもなんですけど、いろいろ調べた結果そんな感じの作ります。僕結構そういうの面白そうだなと思います。スペインの企業だけど日本に興味がある。そうですね。っていうのは日本人ならではの仕事ができるじゃないですか。Me interesa sobre negocio para Japón. Porque algunas empresas quiere empezar negocio en Japón, entonces ellos quieren ayuda de japonés, porque españoles no saben sobre Japón, pero nosotros sabemos todo, entonces creo que podemos ayudar. 最後に YouTube の話をしようかなと思っていて、今回なんでこうやってコラボ動画を撮ろうかなと思ったかというと、太郎さん自身も YouTube チャンネルを持っていて、スペインから日本人向けに YouTube を発信してるんですよ。はい、というわけでですね、太郎さんはスペインにワーホリで今住んでいて、今はバレンシアに住んでます。バレンシアに住んでます。で、Twitter も Instagram も YouTube もブログも結構いろいろやっている人なので、ぜひそれぞれフォローしてみてください。それぞれ全部ね、リンクは概要欄に貼ってあるので、そちらから見てみてください。特にスペインのワーホリとかスペインでの生活に興味がある人はもう必見の方だと思います。ぜひチェックをお願いします。というわけで、今回は太郎さんにいろいろスペインワーホリについて質問をしてきました。今回の動画がですね、面白いと思った人、こういう動画がもっと見てみたいと思った人はぜひ高評価と、それからですね、太郎さんについて何か質問がある人とか、スペインワーホリの質問とか、この動画に関するコメントとかですね、ぜひコメント欄に書いてみてください。はい、ぜひぜひ。はい、あとまあ太郎さんのチャンネル、ぜひ見てみてください。Uno, dos, tres. Adiós. Hasta la próxima.